ジュースを買ってあげるパフォヒロのブースを出入ります。今日はウキウキ。我がヒロの正体のスロットがついに登場であります。チャンス役不要、全ての子役がチャンスゾーン突入への契機になるのであります。チャンスゾーン中は我らキロロ正体の活躍の中からよりすぐりのエピソードをテイクアップ。見事作戦成功でケロボールチャンスに突入であります。ケロボールチャンス、ケロボール役もので ART のゲーム数を決定するであります。なんと最大上乗せは300ゲーム、最大継続率は 87.5% です。共鳴タイム、共鳴タイムは純増約2枚セット継続型 ART であります。共鳴を制する者は侵略を制す。ケロロ状態の共鳴を集めて継続を目指せ。集めまくれ。侵略タイム、共鳴タイム終了後は侵略タイムに突入。ドキドキの三択を制し継続をつかみ取るであります。タンスの角で侵略完了であります。それではケロン軍秘密の4大機能を特別に紹介するであります。まずはあのコロモード。我が輩の潜在能力は覚醒し、全ての性能がなんと通常の3倍。メリト、我が輩にもチャンスが見える。お次はアンコールモード。狙ってください。星様すごいです。アンゴルメが揃えばアンゴルモードに突入。お得意の分数で共鳴を集めまくれてあります。モードのチャンスは最大限に生かせてありますよ。はい、おじさま、お疲れ様でした。そしてパーフェクトケロンメから突入する最大の見せ場、外周一色とはこのことか。アニメ全358話を完全網羅。あのコロモード、アイドルモード、ケラッシュ、惑星麻酔バトル、他にもまだまだいろんな演出があるであります。こんなに嬉しいことはないであります。分かってくれ。